はい、どうもこんにちは、藤幕です。今回はこれ、ヘッドウルフさんからダブルパート2送っていただきました。ちょっとペリペリ剥がします。ということで今回はヘッドウルフさんのご提供でお送りします。はい、これ先日ご紹介したダブルパッド3と違って、フル HD ディスプレイ搭載のセルラーモデル、ある意味上位モデルにあたる、そういった10インチタブレット、今回これどんなものか開けて中見て使っていきたいと思います。でもちろん今回も激安期間限定割引クーポンいただいてます。よかったら最後までご覧になっていってください。それでは始めていきます。今回ご紹介するのはヘッドウルフダブルパッド2です。で、まずはざっと特徴を見ていきます。オールメタルボディ、ブルーライトカット IPS スクリーン、 CPU はユニ SoC T616、 オクタコア Google Kids スペース、で、ラムは最大 12GB、 ロムは 128GB、 8メガピクセルフロント、16メガピクセルリア、こういったカメラも搭載、 4G LTE の使えるセルラモデルになってます。6600mAh のバッテリーを搭載、 PD 充電にも対応してます。OS は Android 12で、はい、これユニ SoC T616、 オクタコアチップを搭載、アンツツベンチマークテストは約26万ポイント。重い作業やゲームには向かないかもしれませんけど、普段使いには十分じゃないかと思います。で、これさっきお話しした RAM 12GB、 この手のタブレットにしてはかなりの大容量なんですけど、これ実は 8GB RAM に 4GB 拡張機能がついてます。いや、このあたりも期待できそう。で、ブルーライトカット機能搭載の 10.1 インチフル HD IPS スクリーン、やっぱり大画面フル HD がいいっていう方もいらっしゃったんで、このあたりもクリアしてます。そして 4G LTE 対応、 SIM を挿せばモバイルネットワークで使えます。はい、それでは開けていきます。せーの、オープン。箱の中身はまず本体、ちょっとこれは避けておいて、日本語対応した説明書で、 SIM ピン、そして Type-C ケーブルに充電器、これで付属品は以上です。それでは本体、あ、こっちか。いきますよ。せーの。イエーイ、来たー。はい、これが、ヘッドウルフ、ダブルパッド2。今回、カラバリグレーブルーのうちから、ブルーを送っていただきました。はい、こんな感じ。あ、メタルボディ、かなりひんやりしていて、結構薄いっすよね。厚みは 7.3 ミリ、ほんと10インチなんで、かなり薄く感じます。で、重さは 450g。 いや、十分軽くて薄い、質感は高いと思います。で、初めから保護フィルムはついてあって、ちょっとテカテカで反射結構しますけど、保護フィルムついてるのは嬉しいところで、正面向かってこの右下下部、ここにイヤホンジャックがついていて、右側にはタイプ C ポート、 SIM カードスロットで、上部に電源ボタン、ボリュームボタン、こういった配置になってます。あ、で、左右に、ステレオスピーカーを配備。それでは電源入れます。せーの、オン。はい、電源入りました。もちろん、日本語対応してます。それでは、軽く設定済ませます。はい、設定終わりました。初期画面はこんな感じ。で、Google アプリはこんな感じで、プリンアプリは25と、あと2つ。あ、FM ラジオとかついてますね。ストレージはこんな感じ。128GB 中、9.6GB 使用。で、2ページ目はなくて、左にスワイプすると、Google ディスカバー。これが起動します。この手の中華タブレットの割に、結構サクサク、気持ちよく動いてくれます。画像の多いページを開いても、ぬるぬるよく動いてくれて、はい、どうでしょうか。普段使いには十分、そんな印象です。YouTube 再生してみると、はい、どうもこんにちは、かちまくです。今回は、これ、ヘッドウルフさんからタブレット送っていただきました。ちょっとペリペリ剥がします。今回送っていただいたのは、ヘッドウルフダブルパッド3。はい、こんな感じ。YouTube なら、高画質視聴、ちゃんとできます。で、ただ、デジタル著作権管理、このレベルは3なんで、
ある意味フル HD ディスプレイを搭載しながら、ちょっと残念ポイントを言うと、Amazon プライムビデオ、これなんかは HD 再生できません。で、せっかくのセルラーモデルなんで、SIM 挿してみます。SIM スロットはこんな感じ。デュアル SIM 対応で、そのうち1枚は、マイクロ SD カードと配たり用、外部メモリ 512GB まで対応。今回はこの、ポポ 2.0 挿してみます。SIM を挿して、APN 設定をすると、ILT 来ました。これで、モバイルネットワーク、使えるようになりました。ただし、対応バンドはこんな感じ。このあたり使いたいバンド対応してるかどうか、ぜひチェックしてみてください。最後にカメラ、ちょっと写真撮っておきます。あれこのカメラ、シャッター音なりませんね。はい、こんな感じ。ついでに動画を撮ると、はい、今これ、ヘッドウルフダブルパッド2、そのアウトカメラで動画撮影してます。はい、今これ、ヘッドウルフダブルパッド2、そのアウトカメラで動画撮影してます。音声の感じどうですかね？結構タブレットから離れてるんで、ちゃんと声拾えてますかね？インカメラはこんな感じ。はい、ちゃんと映ってますか？これがダブルパッド2。インカメラで撮った動画、こんな感じになりました。ということで、今回ご紹介したヘッドウルフダブルパッド2。はい、僕は手がでかいんで、ギリギリこうやって掴めます。ベゼルはそこそこありますけど、10インチタブレットとしては、これぐらいベゼルあった方が持ちやすい部分もあります。いや、それでいて、通常動作は十分、テキパキ快適にできるんで、安価な Android 10インチタブレットで、モバイルネットワーク使いたい、フル HD がいい、そういう方には結構いいんじゃないかと思いました。今回ご紹介したダブルパッド2、説明欄にリンク貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。で、となると、気になるのはその価格。今日現在この、ヘッドウルフダブルパッド2、販売価格は29,999円。商品ページに7000円オフのクーポンがついてます。で、さらに今回、期間限定の割引クーポン。これでなんと3000円オフ。つまり1万円オフの19,999円。で、さらにポイント還元もあるんで、ある意味実質、最終価格19,699円。こういった価格になります。いや、これ、ぐっと現実的な、いいお値段になってきました。とにかく本当、1年2年前の中華タブレットと呼ばれるものに比べると、格段に進歩していて、かなり扱いやすいタブレットになってます。よかったらヘッドウルフダブルパッド2、説明欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。